皆さんこんにちは、純吉です。今日は先日購入しましたこちらのフュージョン ST330 レギュレーターストーブについてご紹介したいと思います。中身はですね実は、これ専用の持ち運びケースっていうのがついていないので、こちら、100均のセリアさんで購入しましたケースに移し替えております。ハードケースですね。これをこんな感じで入れてます。一応この自動着火装置ついてるんですけども、万が一つかなかった時のためにケースにはこんな感じでマッチと、あとガタガタ衝撃来ないように布巾をこう入れて、卵6個ぐらい入るケースですかね、これがぴったり入るような感じになってます。で、こんな感じにこの箱に入ってたんですけど、こうするとカチッと、こうカチッと、こんな感じで立つようになってます。でこのシリコンチューブは自分ではめました。Amazon でこんな感じの、シリコンチューブ、内径が4ミリで外径が6ミリ、長さ1メーター巻きで300円しなかったんじゃないですかね。まあ300円ぐらいです。これは、温度が200度ぐらいまで耐えれるチューブなので、これを10センチの長さに切って、ちょっとここ根性いるんですけども、ねじ込んでこうはめてます。これをはめるメリットとすると、メリットというと、こう動きにくい、何もはめないとテーブルみたいなところに置いたときにスーッてこう動いちゃうんでちょっと危ないかなと。これをはめることによって、なおかつここを熱せられて熱くなった時も持っても大丈夫ということで、これはまあ根性ではめて正解やったなと思ってます。でこれをこうして、これのいいところはこのボンベ、カセットボンベで、いけるということなんですよ。こういうのあるって知らなくて、数年前にやっぱり持ち運ぶのにはちっちゃい方が便利かなと思って、当時主流だったのかな、こういうアウトドア缶、これ1缶328円プラス税で買ってるんですけど、とこの当時一番小型だったスノーピークさんのいや確かにこんなゆで卵1個分ぐらいの大きさでこうやってガス使えるんですごくいい商品なんですけど、こうやってね、こんな感じでつけるんですよ。ここにカチッカチッとつけれて、でここで調整するみたいななんですけど、これやっぱりこれの入手性が悪いっていうのが一番のネックで、例えば明日山で使いたいなと思った時に、あれもうこれほとんどないやん、予備はってなった時に、ああしまった、買いに行く間ないわ、もう諦めるかっていうことがやっぱり何回かあったりしたんですね。ということでだんだんと使わなくなって、まあ、いわゆるこういう魔法瓶 の性能もすごくいいんで、もうそれやったらネットを持って行ってこのままカップラーメンするかみたいなことが多くなっていましたと。そして、そんなこんなで月日が流れて、ちょっと、きっかけがありまして、こういうカセットボンベでいける商品が世の中にはあるということを知って驚きました。これ税込み9900円やって結構お値段するんですよね。でこう一体型のやつとかもあったんですけど、一体型だとデメリットとしてここ熱くなった時にこのボンベまで熱せられて、ちょっと気を使いながら使用しないといけないっていうようなお話も店頭で伺いましたんで、まあ、どうせやったらもう分離型、こうボンベと熱源が離れるじゃないですか、こうやって安全に使えた方がいいかなということでこれを、選択しました。でこのキャップを外して、本当はこのソトっていうメーカーさんなんで純正のボンベを使うのが安心らしいんですけども、ちょっとまあこれダイソーさんで1本110円税込みで買える代物です。これをこの刻みを合わせてグッと押し込んでキュッと右に回すと、この台座で
置けると。台座、分かるかな？この台座をこう置くと安定すると。これのすごいのは、この刻みがちゃんと上に来るように台座設計されてるんで、コロコロ転がって、危ない方向を向かない。よく考えられてんなと思いますよね。はい。それじゃあ実際にこれで火をつけてみます。刻みを合わせて回す。こんな感じですかね。これを回すとシューって言うんです。って感じでつきます。で止めるときはこう回していくと弱火になって止めれるという感じですね。この熱源からこのスイッチが離れたところにあるんで、安心して従来品より、従来というかこれまで持ってたのよりつけれるんで、こっちにしてよかったなというふうに思ってます。こんな感じで使ってます。はい。で、最初に作るものとしては、すき焼きを試したいと思ったんですけど、すき焼きといえばやっぱり生卵をどうやって運ぶかと、某アウトドアショップで見たところ2個入るケース600円近くしたんですよね、税込み。さすがに生卵を運ぶのに600円かけるのはちょっともったいないと。いや、うん、まあ、できるだけ本体9900円もしたんで、まあ、なるべく低コストで抑えたいということで、いろいろ考えた結果、こちら、我が家しょっちゅうプレーンヨーグルト食べるんですけれども、ここがね、結構丈夫なんですよ、縦横。で、これを、このような形。できたら、これ持ち運ぶときに、キッチンペーパーで包んでおくと、使い終わったお鍋とか調理器具をちょっと拭いたりとかするのに便利なんで、この卵をキッチンペーパーで包んでこう入れると、割とこのしっかりと甲の力も甲の力も加わったときに大丈夫と。で、これが、下から 4.5 センチ。で、この蓋の方は、2センチかな、 2.5 から2センチぐらいで、このカッターブスッと刺してぐるーっとこう切り取って、これ2個分使用しますね。こうしてこう蓋をはめて、で輪ゴムでこう止めて縦横に持っていきました。まあ幸いにして割れずに持ち運ぶことができてたんで、こうやって、卵は持ち運びましたという感じです。まあ、作り方として、最初にこのカッターで景気をここに切れ込みを入れます。でここにハサミを差し込んでぐるっと、これだけです。でここをちょっと切れ、切れはせえへんかったけどちょっと危ないかなと思ったら、絶縁テープとかでこう端っこの処理をしたり、まあ可愛くしてもいいんじゃないでしょうか。これを、もう一個こんな感じで作ってこうやって使いました。それでは、実際山に行ってすき焼きを作った様子お届けしたいと思います。あ、ちなみにこれ卵ケースでこう10個入りの卵パックの端っこと端っこを切ってこう組み合わせてこれ作ってみたんですけど、これもいい線いってるかなと思ったんだけど、やっぱ甲の力に弱いんですよね。これちょっとまだ試してないんで、まあ、これでもいけるかな。これにさらにちょうどいいタッパーとかがあったら、これをバッとタッパーに入れてっていう手もあるんじゃないかなと思うんですけど、我が家はたまたまこのヨーグルトのケースがぴったりサイズだったんで、これを使いましたと。それでは、山での様子をご覧ください、はい、今回ゲットしました純吉の山ご飯、こうして取り出しましたのはこれ、自分でつけてきました、うん、シリコンチューブですね。パラッパ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 ッ。で、今回試してみたいのがこれですね。これ100円ショップでゲットしたテーブル。
今日比較的平らやけど、平らなとこがないとこではこういうのあった方がいいらしい、うん、これ溶けるかどうかちょっと実験したいね、うん、思ったんですね。怖っ。そうやね。でこれをカセットボンベ缶でいけるというね。これ付け方は、ここの刻みにこうしてグッと入れて軽く右に回す。これでセットできた。こういう感じね。でもう靴も脱ぎますと、こんな感じでね、そしてきました。お肉はこんな感じね、はい、冷凍したやつ持ってきましたと。で、ウェットティッシュ、まずは手をきれいにします。そして着火しています。はい、点火ついた、イエーイ。で綺麗に拭いたんでね。もう重油てる。うん。肉は最初に全部いっちゃっていいかな。あ、いい、いい。朝からすき焼きですね。朝昼兼用やからね。いいかなと。で、ほぐしながら。これ前冷凍したまま持ってきて行動中に溶けてるって感じね。で、引いて、で調味料はどうするの純吉さんっていう時は、これね、いつものみりん酒醤油を1対1対1でやって調合してきたんだ。調合して、おまけにすき焼きはやっぱりちょっと甘い方がいいから、うん、こう砂糖もここに溶かし込んでますと。でこれを割り下やね、純吉。そう、純吉特製割り下、うん、こう、ビューと割れながらいい線いってみちゃう、これ、うん、わ、いい匂い。全部いってもいいけど、まあちょっと様子見ながら。んで、お箸、うん、箸ね、これ、何でもかんでも買うとキリないんで、家にある箸にこれ、はい、持ってきました。でこれこうして、なんとキッチンペーパーで包んで卵をこれ絶対割れてないと思うわ、これめっちゃ。おでこれ最後にこれで拭いて帰ろうと思って。なるほど、めっちゃ賢くないこれ。600円拭いたわ。これ600円すんのよ、あれ買おうと思ったら。そんなすんの。そうやね、こっちにかけてやめてもったいないわ、うん、これもうちょっと入れた方がいいですね。はい、もういっとく岸辺待って、ここの場所を分けな。オッケー、うん、あ、ちょっとワクワクしてきたわ、うん、ちょっと上がってきたテンション。寒いんちゃう？大丈夫？大丈夫。椎茸から、椎茸ちゃうわ。白菜から水分出るから、白菜たっぷりめにとくか、うん、こんな感じ？うん。兄貴、風はどうなんですか？風は。風はまだ最後やね。最後ですか。白菜全部いっとく。で100均の蓋を買ってきました。あ、豆腐もあんね、うん、焼き豆腐がいいんですね。ないけど、この真空パックの方が使い勝手いいかなと思って、真空パックの充填式にしてきてん、うん、
やせやからな、刀欲しいな思ったんや刀な、ええんちゃうこことも、しかはしかしてこういうことよ、ダイナミック、お刀欲しいね、ちょっとな、家にあるつもりやったんやけどなかったよ、でもやっぱりすき焼きといえば豆腐やろ、うん、あ、いい感じにちょっと白菜が今の間に旬できたよ、うん、よし、オッケー完成、イエーイ、じゃあちょっと早速、え、美味しそうやけど、いただきます、こんにちは、うん、おいしい、うん、いいですね。モーニングスキャットですね。もうこっち来たらもう一人ね。うん、いい感じに火を持ったね、これね。いや、うん、食べて、リュウちゃんも。食べて、感想を取ってない。あ、ほんと、うん、じゃあ、こちら。オッケー、やっぱ火力がね、ちゃんとしてるからね、せやな、これのおかげやな、こいきますよ、こう食べたところ、はい、この割り下もすんごいいいアイデア割れながら、この何の容器やったかな、普通のタレの容器、これに入れてこうビューとね、うん、これ大成功、このガスはいくらやったんですか、ボンベは、ダイソーとかで売ってる、110円やね、110円でさらに言うとこれ3本で、うん、199円、安うん、入手性バッチリ、はい、こんぐらいの気温やったら全然普通にボーボーいけてます、はい、楽しい、うん、おいしい、おいしいね、うん、ちょうどいいやん味ねえ、うん、最後にこの締めのあれで割り下で、うん、よかった、うん、これ美味しいです、うん、これうちらが前持っとったあのバーナーじゃこうはいかんかったで、うん、9900円いい買い物したわ、うん、あ、ご飯を投入しました、だんだん火のつけ方も慣れてきましたね、うん、こうしてシメリゾットを作ります、うん、でご飯の量はねそれでもいいんやけど、あと、もう一個いっとこうか、ありがとう、ポコンとして、で水が足らんと思ったらこれね、そうですね、で、こうして、そして、いいね、うん、で、まずはこれでシュミシュミにさせますと、よいしょ、あ、美味しそう、うん、もうすでに美味しそう、で、この締め用に私用意しましたのがトマトです、イタリアン風味にしようかなと思って、こうしてトマト入りました、でこれは最後にチーズ持ってきたんで、はい、チーズ投入、うん、いきます、はい、でこれで蓋、美味しそう、これで完成です、火を止めて、はい、では行ってみたいと思います、出来上がり、はい、はい、どうぞ、そして
まあ、ちょっとまずはこれでいってみますね、うん、始めてみます、はい、スープも持ってきます。これ100均の蓋付きのいただきます、はい、すごいチーズの味、うん、優しい味に仕上がってるね、うん、この牛の出汁と熱ハフ、やっぱこういう寒いとこでハフハフ言って食べれるのが嬉しいよね、うん、かなり美味しい、かなり美味しい、うん、よかった、やっぱ出汁が出ると美味しいよねこれよし、おお、自分で言うのもないやけど天才かって感じや、うん、はい、見ると、あ、トマトもうちょっとか、はい、どうぞ、で、はい、完食です。このトマトのさっぱり感がいいね、うん、うん、すき焼きとすき焼き風リゾットでした、うん、イタリア風リゾット、うん、まずはレジャーシート、これ100円ショップのものですね。それからこれこう自立もできて、すくえるし炒められるしっていうちょっと耐熱性のあるものです。これダイソーやったかな、これまあ家にあるお箸、これはシリアさんで購入しました。こうちょっと休められるしいいかなと思って、お揃いです。でこれも、これもセリアさんですかね。こうやってあの切った食材を入れて蓋をして持ち運んで、なおかつこうフライパンに入れた後はこれを容器として使えるかなと思って、卵入れて各自の取り皿として使えるようにこれお揃いで準備しました。じゃあ使えたのがこれね、このロゴ入ってるんですけど、セリアさんで100円なんですけど、これ何かっていうと、なんとこれ足が出てきてテーブルになるんですよ。これがあることによってこの上にコンロ置いた時にガタつかないし、下が土のところでも不整地でも安心して置けるんで、これすごく役に立ちました。こんな感じ。まあほんま言うたらこれももっと性能のいいのが、ホームセンターとかで3000円ぐらいですかね、2,3,000円ぐらいで売ってるんですけど、こうシュッと束になってもっとコンパクトで軽いやつ、これも、まあとりあえずはしっかり座れるし150円のでええやろということで、これ2つ用意しました。で、軍手と、でこれも100円ショップのフッターと、これもセリアさんですかね。でこれは近所のスーパーで1300円ぐらいでしたかね、20センチの、こんな感じのフライパン用意しました。で今回は使わなかったんですが、こういうのをダイソーさんで売ってまして、スタンド付き焼き網、こうこんな感じでスタンドがついてて台にもなって直火でこうおにぎりとか野菜とかを焼ける、こんなものも売ってたんで、まあ、次回は、玉ねぎとか切っていったのを炙って焼いて食べたりとかもできたらいいなと思ってます。あとはまあこう台座にしていることによってちょっと熱くなったフライパンをパッと上に置いたりとかね、そんな使い方もできるかなと思って買ってみました。まあ材料はこんな感じです。